こんにちは、なぎです。今日はリゾートラインの限定デザインのフリー切符を買ってホームに向かい、電車に乗るところまでをご紹介します。それではレッツゴー。うなぎのなぎチャンネル始まるよ。リゾートラインのチケット売り場に来ました。期間限定デザインのフリー切符が買えるみたい。2023年6月の時のラインナップをお見せします。最新情報は公式サイトを見てね。まずはこちら、ディズニーブルー。隣はダッフィー。この隣もダッフィー。この隣もダッフィー。同じかな。この隣は40周年。この隣も40周年でした。フリー切符を買えたので、改札の中に入りました。私も改札を通れました。うーちゃんが通るのを少し待っています。ベビーカーだったので、エレベーターで2階のホームに向かいます。ホームはこんな感じでした。The reserve finder is now arrived. Please stay clear until the gates are open. 皆さん、お疲れ様です。皆さん、お願いします。ご乗車の際にお仕事に全力を注意ください。また、フリーカードを使われている方は、それを前でご乗車ください。電車に乗って東京ディズニーランドステーションに向かいます。次の動画も見てね。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知設定お願いします。